中年はタッキーです。新型コロナのねオミクロン株がなんかものすごいことになってもうずっと感染爆発してますが、オミクロン株はねそんなに致死率は高くないということなんですけども、まあ致死率高くないというだけでゼロではないんでね、爆発的に感染するとやはり多少ね犠牲者が出てしまうし、まだその感染者が増えると変異して強くなっちゃったりとかいろいろあるんで、まあ、かからないに越したことはないと思うんでね、皆様ご自愛ください。本当にね、まあ、写真撮るにはどっか行かなきゃいけないっていうんでね、まあ、その感染とね、の兼ね合いがちょっと微妙になってくるんですけど、まあ、十分ね、気をつけて、人が密集するようなところに行かないとかね、工夫して、それでは今日のタイトルっていうかね、今日のテーマなんですが、はい、このカメラを使って撮影してきました。これね、以前追求者様からいただいたニコン F3 ですね。非常に良いカメラです。もうね撮っててね本当に楽しいカメラなんですけども、で、使ったフィルムがね富士クロームベルビア50になります。まあ以前の動画でね、ベルビア50はねバージョン違いというか以前はベルビアだったんですね。富士クロームベルビアだったんですけども、それが一旦廃盤になってベルビア50ということで復活したフィルムになります。それでね紅葉から雪景色までちょっと時間をかけて撮ってきたんですけどね、どうしてもねそのリバーサルフィルムってやっぱ、ちょっと力が入るというかね、カラーは特にそうなんですけど、撮影に時間がかかる、早く撮んなきゃいけないな撮んなきゃいけないなと思ってズルズル伸びてたんですけど、まあ半年ぐらいかかってね、太り切ってきましたんで、まあその作例を交えながら紹介していこうと思います。それではどうぞスタート。はい、今回のテーマリバーサル撮影ですね。まあリバーサルフィルムの中でもベルビア50って言ったトップクラスにネイチャーフォトとかが美しく撮れるフィルムとして有名です。流浄感もね、ほとんど出ずにね、まあ、世界最高級の微粒子フィルムということになってまして、まあベルビア50ということで ISO 50なんですけども、実光感度はだいたい40ぐらい、ざっくりね、ちょっとだけ50より低い感じですね。まあちょっとアンダー目に撮ってもいいと思うんで、まあ50で撮ってもいいと言えばいいんですけどね。で、皆さんはベルビアとかそのプロビアとか、リバーサルフィルムをね、使ったことない人は特にそう思ってると思うんですけど、リバーサルだからいいフィルム使う、いいレンズを使わなきゃいけないと。いいフィルムだからね、いいレンズを使わなきゃってね、思ってる人結構いると思います。で、以前のね、その動画、で、リバーサル撮影したの、キャノンの L レンズを使ったりとか、ミノルタのね、単焦点レンズを使ったりとか、いろいろやったんですけども、今回はね、あえてこのレンズを使いました。はい、これニコン F3 に装着したこのレンズ。はい、もうバリバリのね、普及レンズ。当時、マキエレンズとして大活躍した35-70ですね。F3.3 から4.5 の廉価レンズ。僕はこれね、ハードオフのね、アバテンかな、で、800円かなんかで買ってきたジャンクです。まあ、ぶっちゃけた話ね、今ね、ベルビア50ってね、だ2000円前後してます。まあ、楽天市場とかヨドバシドットコムで2000円ぐらい。ビッグカメラでも同じ。アマゾンでね、一番安くて1860何円とかね、今調べた段階では出てきましたけど、そのね、1本2000円ぐらいするフィルムを、800円のレンズで撮ると。まあ、そんな感じになっていくんですけどね。これ、その、みんなその、L レンズとかね、その単焦点レンズとか、まあ、そういういいレンズを使わないとダメじゃないかと思ってる方非常に多いと思います。で、今回のね、その、普及レンズでね、普及のしかもズームレンズで撮影してきたということで、非常に興味深い内容になっていくと思います。で、まあ、その、論より証拠ということでね、とりあえずね、ちょっと今日はまあ、リバーサルということで、やや長めにね、作例を用意しました。まあ、結構いい感じで撮れてると思うんですけどね、特に紅葉の方はね、シチュエーション的にあまりいいシチュエーションに当たんなかったんで、とりあえず撮ったっていう感じになっていくんですけども、まあ、とりあえずここからはね、作例を紹介していこうと思います。ベルビア50に安物ズームレンズで撮った作例、ここから作例です。はい、作例になってまいります。今回はね、PL フィルターも何にもなし、本当にね、日光、AF 日
ちゃう、F ニッコールじゃないや。ズームニッコール 3570F3.3 から 4.5 で撮っておりますが、まあ、もう言うまでもないというか、まあ、全然ね、廉価ズームでこのように素晴らしい発色の、写真を撮ることができますね。この赤の色と、空の青、素晴らしいコントラストになっております。まあ、ニコンのズームレンズということで、これね、全部 F8 まで絞って撮っておりますが、非常に解像度も良くてね、まあ、ゴーストとかもね、発生しているようには見えないかな。で、この青もね、非常に素晴らしい青。もうね、ベルビア50といえばね、この青空の青がね、素晴らしい発色をする。赤もね、ものすごく刺激的にね、サイドが出るというフィルムになっておりますが、まあ、こんな感じでね、いい色合いになっていると思う。流情感もね、ほぼ感じられず。まあ、反射面とかもね、非常にディテールが出てね、いいフィルムだなと思いますね。いいフィルムを活かすには、まあ、いいレンズなんですけども、まあ、3570っていうレンズはね、まあ、各社ともに出来がいいです。やはりね、普及レンズとしてね、マキエレンズとして売っているので、マキエレンズがボロだったらね、もうそのメーカーダメだっていうね、ダメ出しをされることが多いということで、各メーカーこの3570っていうズームは力入れて作ってあるんですね。そんなわけでね、まあその当時のね、メインのレンズ、例えば、APS-C だったら1855とか、AF 時代のね、フィルムカメラだったら2880とか、あの辺のレンズはね、そこそこに映るんですね。これもね、この雪のね、ディテールとか素晴らしく出ていると思いますけどね、青空も非常に良い青が出ていると思います。これ PL フィルターなしでここまで撮れるんだったらね、もう PL フィルターいらねえやっていうぐらいのレベルの写真になっておりますが、PL フィルターを入れるとさらに青が伸びるんだな、これが。まあそんな感じでね、今日ベルビア50を、想定してね、ニコン F3 で撮ってきたんですけども、まあ全体的にその露出系は使ってないです。今回露出系は全く使ってなくて、全部山間で撮っております。で、露出外しの写真はもうほぼありませんでした。大体適当で撮っていいですよね。まあ晴れの日だったら、125分の1の F8 か F6.3 ぐらいで、撮るのがいいんだと思います。まあ、あまりにも光が強いところとかだと、もうちょっと絞る感じになるのかなとは思いますが、日中だったら大体そんな感じ。で、朝夕だったら一段、絞るという感じです。で、ベルビアとかね、プロビアとか、まあ、リバーサルフィルムを、使用するときに本当に注意してほしいのが、やはりね、太陽光がないところでは撮れないということですね。太陽光がなければ絶対に撮ってはダメです。色温度がね、上がってしまいます。これね、デイライトでしか撮れないというね、フィルムです。で、デイライトじゃない、つまり曇りとかね、日陰とかで撮るときはどうするかというと、フィルターかけなきゃいけないんですよ。フィルターをかけて色温度をね、下げる必要があるんですが、まあ後で加工すればいいと、デジタルでね、取り込んだと、後で加工すればいいっていうね、まあ考え方もないことはないんですけど、基本的にはね、リバーサルフィルムはね、ホワイトバランス太陽光と覚えておけばいいと思います。で、太陽光で撮る。つまり、日光があるということは、ある程度露出は安定してきます。ハイライトに合わせたいとか、シャドウに合わせたいとかいう、特殊な場合は、まあ、特殊かどうかわかんないですけど、特殊な場合を除いて、晴天日中だったら125分の1の F8 ぐらい。まあ、そんな感じ。朝夕はそれより一段落ち、ぐらいと考えたらいいと思います。まあ、長時間ロックはね、ちょっと難しくなりますが、8まで絞ったら、いや、朝夕とか結構すぐ30秒ぐらい録音したこともありますけど、まあ、そこは結構ね、露出系にね、お任せしちゃったりすることもありますが、まあ、撮れないことはない。30秒長時間録音とかでも撮れないことはないですが、まあ、基本的には、太陽光、で撮るというのが、デイライトでね、撮るのがいいと思います。まあ、ベルビア50ね、ちょっと高価なフィルムになります。まあ、2000円前後というか、最安で1863円ということなんですけども、現状カラーネガフィルムがね、すごく値上がりしているということを考えれば、まあ、リバーサルフィルムにね、行ってもいいんじゃないかと僕は思いますね。せっかくね、そのお金を出すんだったら、もう数百円しか変わんないし、現像代もね、北村で今回ね、1500円ぐらいでした。あれ、どこ行っちゃったかな。
北村でね、北村のね、徳島の北村のナルトクロス秋店に出したんですが、1493円ですね。で、スリーブ仕上げとマウント仕上げとあるんですけども、マウント仕上げはね、北村では受け付けなくなっちゃったんで、自動的にスリーブ仕上げになります。スリーブ仕上げってのは普通にね、ネガホルダーに入ってくるやつね。あれがスリーブ仕上げって言うんですけど。で、僕の場合は GTX900 でスキャンしましたが、まあ、スキャンする環境がない方は、スキャンをお願いするという形になりますけどね。そんなわけでね、1500円と2000で3500円ほどはかかりますが、まあ年に2本ぐらいはね、消費してもいいんじゃないと思いますね。紅葉の時期ってのは結構難しいんで、まあ紅葉の時期で取り損ねたら雪まで待つとか。そんな感じでね、まあ朝夕のね、色がある時間に撮るっていうのもまあ狙い目だとは思います。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。リバーサルフィルムね、今だからこそリバーサル、という気がします。カラーネガラがね、あまり金変わんないんだったら、リバーサルで撮ってみようっていうね。まあ、ベルビア50はね、その店頭で置いてあるのがすごいめっきり減っちゃって、まあ、通販ぐらいしかね、入んないような状況になってきておりますが、まあ、ぜひね、まだ使ったことない方、そんなに難しくはないです。巡航だったらね、露出系通りの数値で結構撮れます。そんなわけでね、使ってみてはいかがでしょう。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはカメラオンさんですね。お疲れ様です。カメラオンです。いつもモノクロ現像の情報を参考にさせていただいております。今回は近くの公園をアクロス2でいろいろと撮りました。花と葉っぱに差を出したかったのでオレンジフィルターを使い、また曇りの予報とフィルターで2段落ちするので ISO400 をと思ったのですが、手持ちがアクロス2しかないかったため増刊することにしました。撮影前日にツイッターでこのことをつぶやいたら、あるフォロワーさんからアクロス2は増刊すると黒がつぶれやすくなると教えていただきました。それならばどれほどとつぶれるのかと試すのと、つぶれた方が良い被写体を探して撮ることにしました。結果確かに通常撮影で暗部がのっぺりつぶれ気味でした。今回は黒がつぶれた方が効果的であると考える被写体の写真を2枚投稿します。作品名と撮影データ2枚とも共通でお願いします。作品名、ある冬の日。カメラ EOS55、 レンズ EF75300 F4 から 5.63USM、 オレンジフィルター使用、フィルムアクロス2400に増刊、現像 SPD1:1 50% 希釈ですね。 20.5 度、8分30秒、スキャナーキャノンスキャン 8600F ということですね。これね、で1枚目から行くんですが、この写真非常に印象的な写真になっておりますね。もうモノクロ写真のお手本とも言えるような作品になっておりまして、これタイトル画面持っていきましょうかね。増刊でね、のっぺりとした潰れた感じですけど、これが非常に印象的な写真になっています。2枚目の方ですけど、これ400に増刊した割には流浄感はそこまで出てないですね。コントラストが高い作品になって、まあアクロス2なんですけど、アクロス2を増刊したことは僕はないんですけど、アクロスを増刊したことは何度かあって、で400に増刊したこともあるし、160、200と、まあ、いろんな増刊やってるんですけど、まあ、200とか160が比較的おすすめかな。そのまま使うよりはね、ちょっと荒っぽい感じになるぐらいが160、まあ、200になるとかなり荒っぽいって感じになるんですけど、僕は160が結構おすすめかもと思っています。はい、カメラマンさんありがとうございます。次のね、投稿、これは、ミスミさんでいいのかな。おたけさんこんばんは。大阪在住のミスミと申します。毎回の動画楽しみに拝見しております。最近の動画でリバーサルフィルムが話題になっているのを拝見して、私が30年ほど前に水中カメラ、ニコノスで撮っていたベルビアの作品を押し入れから出してみました。30年も経過したとは思えない綺麗な状態でほっとしました。おたけさんの動画に刺激を受けて最近モノクロから出直しております。新しくニコン F4 を安く仕入れて現像まで楽しんでおります。私も今年還暦を迎え、新しいことにチャレンジできることを嬉しく思います。おたけさんのおかげです。作品ですが、1枚目は魚の名前がわかりませんが、顔。2枚目はイソギンチャクです。イソギンチャクは静かに近づかないとすぐにしぼんでしまうので、撮影には意外に時間かかります。
仕事をこなしながら動画撮影は大変でしょうが、これからも楽しみにしております。長文にて失礼しました。体には十分お気をつけくださいということで、作品なんですけどね、これ何の魚なんだかわかんないですけど、これ水中で撮ったんですか。これすごいな。リバーサルフィルムで撮ったということで、水中でも結構ねはっきり色が出るんですね。で2枚目なんですがね、これ結構タイトル画面に悩みました。なかなか撮れない写真ですよねこれね。まあ、現状水中カメラということで、現状でね撮れるカメラがあるかどうかは知らないですが、ニコノス結構潜って撮れるんですね。今ニコノスがあったとしても、その当時のね水圧対水圧、防水ね能力に、問題がないかどうかわかんないですけども、古いんでね。はい、三井さんありがとうございます。また投稿してくださいね。次は一都市九さんの作品で、2枚かな。タイトルはね、1枚目がビフォーで2枚目がアフターになりますね。カメラはね、1枚目がニコン EM、AI ニコール 180mmF2.8S、コダックカラープラス200、2枚目がニコン F80D、AFS ニコール 50mmF1.4、ロムグラフィーバビロン13っていうことですね。これビフォーアフターということでね、こう2枚の写真なんですが、これ結構朽ちた家ですよね。1枚目ビフォーということはもう大体2枚目に 何が来るかっていうのはわかるんですけど、アフター。これ本当に同じ建物かよって感じですけど、まあよく見れば同じ建物のようですね。まあ壁をね、トタン板かな？で、覆って、まあ、とりあえず、雨風が入らないようにしたってことで、結構ね、うちの周辺、田舎にもね、こういう、事例はあります。古い家のね、土壁とかね、剥がれて落ちたやつを、とりあえず被せるっていうね、ビフォーアフターになっておりますね。はい、一都市九さん、ありがとうございます。はい、次はね、はい、マサさんですね。タイトルがね、無関係ということですね。カメラ、ツアイスイコンコンテスタ S310、富士フィルムスペリアプレミアム400ということですね。お疲れ様です。車で運転中、信号待ちのタイミングで撮りました。軽トラ、ハイタイヤ、白い壁の建物、女性、すべてに関係性がありそうでなさそうで、なんだか面白く感じられて、慌ててシャッターを切りました。当然安全第一。止まっているということですね。で、作品なんですけど、これほんと面白いんですね。これね、すべてがチグハグなんですね。全部チグハグなんですけど、面白いのはタイヤが壁にずらっと並べてあるあたりが非常に面白い。こういうね、被写体と被写体の距離感をね、演出しております。結構こういうね、無関係とかね、背を向けてる写真とかね、面白い写真になることが多いと。もうちょっとだけ近くだったらね、よかったでしょうけど、まあ、そこはちょっと難しかったかな。人が動いてるということでね、難しいところだったでしょうか。面白い写真になっていると思います。マサさん、ありがとうございます。次はね、LP500S さんの投稿ですね。おたきーさん、こんばんは。お疲れ様です。毎回動画楽しみにしております。今回のカメラは、リコー500GX です。去年購入後ようやく撮り終えました。信号待ちで路面電車を撮りましたが、もう少し絞ればよかったかなってことですね。カメラリコー G500GX 絞り F5.6 シャッタースピード250分の1、フィルムコダック200、撮影場所ハリーマヤ橋、よろしくお願いしますということですね。で写真なんですけどね、250分の1の 5.6 ということでややオーバー気味なんですけど、これはこれで良かったんだと思いますね。下の軌道の部分までね、ディテールが出ておりますので、この撮り方はいいんだと思いますよ。カラーネガっていうのはラティチュードが広くてね、まあ、3段オーバーぐらいまで全然平気で映ります。4段オーバーでもまあいけるかなっていうぐらいね、だから暗部を表現したいときはね、ハイライトの方をわざとオーバーにする露出で撮るというこの撮り方はいいんだと思います。下の部分ね、暗いところの部分までしっかりディテールが出ていていい写真になっておりますね。はい、播磨屋橋ということで、高知、僕もね、播磨屋橋行ったことあるんですけど、播磨屋橋行ったことある人は、えって多分ね、言うと思います。まあ、行ったことある人だけしかわかんないと思いますが。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ちょっとね、先日のね、動画でね、もうそろそろネタ切れになるということをね、申し上げましたらね、大量にドカーンと今来てますので、ちょっとね、投稿のコーナー、お待ちいただくことになると思います。まあ、投稿はね、随時受付しておりますので、投稿のルールがわからないという方、今から投稿したいという方は、私の動画の概要欄に、投稿のルールを記載しておりますので、そちらを参考に、投稿してください。はい、ではここで、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、初投稿かな、これスレイヤーさんですね。中年オッタンキー様、はじめまして。今回は俺のカメラのコーナーに投稿させていただきます。いつも動画楽しく拝見させていただいております。オタッキーさんの一つ下の年齢でオタッキーさんのフィルムカメラの思いがよく伝わります。僕もフィルムカメラ大好きで、重厚感や精密感に魅了されており、日々カメラが増殖しております。以前のライブでもコメントさせていただきましたが、 eBay で落札したカメラがポーランドからやってきましたので紹介します。カメラはリンホフテフィニカ70です。レンズ5本とアクセサリーもたくさんついてて、二個口で来たのですが、価格の詳細がついていませんでしたので税関で止められ、ああなるほどな、落札画面をメールで送ってやっと送られてきました。初めての経験で勉強になりました。ちなみに撮影カメラツアイス1本、スーパーネッテル H 型、フィルムはイルフォード HP4 プラスです。仕事の合間に動画作成大変でしょうか、応援していますので頑張ってください。ありがとうございます。でカメラなんですが、リンホフデヒニカって何語かなって感じなんですけど、これとんでもないカメラが来ましたね。まあこれも本当にね、三脚なしで撮るのはちょっときついカメラ、中盤カメラになっていきますが、全くこのカメラ存じ上げてませんでした。あまりの特殊なカメラが来ましたので、これはちょっとタイトル画面にしようかな。なかなかのね、マニアックなカメラではありますが、中盤はね、そこまで僕はやんないんですね。まあ、使う環境が環境なんで、トラックに積まなきゃいけないんで、マミア RB、まあ、マミア RB でも十分でかいんですけど、まあ、マミア RB はたまに出てきますが、あれを積んだらね、カメラ、他のカメラ3台ぐらい下ろさなきゃいけないなとか、まあ、そういうノリになってるんですけど、中盤はあんまりやってないんですね。まあ、大盤とかね、しのごとかね、やれっていう人も結構いるんですけど、トラックに積んだらさすがにって感じで、三脚もね、ちょっとでかいのがいりますしね。まあそんな感じで今日の動画は終わっていきます。で、オタッキーのね、英語字幕付きの動画チャンネルの方、順調にね、チャンネル登録増やしておりまして、間もなく200名ということになっていってますね。2月中にできればね、300名ぐらい行きたいので、まだ、チャンネル登録されてない方、まだ訪問してないという方ね、ぜひね、訪問して、高評価ボタンとね、チャンネル登録の方お願いします。オタッキーの動画をね、英語圏の方にも、楽しんでいただいて、で、フィルムカメラにね、足を踏み入れてもらおうというのが趣旨です。フィルムカメラをね、使ってフィルム写真を撮る、フィルムが消費される、フィルム消費されたら、流通量も増える、そんなわけでフィルムが消滅する日が、来なくなるとそういう願いでやっております。まあ、そんなわけでね、賛同される方はぜひぜひ、そちらの方のね、訪問してチャンネル登録していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じになっております。いかがだったでしょうか。バイクチャンネルの方はね、まあ、冬ということもあってネタが枯渇して、時間もないということでね、ちょっと頓挫しておりますが、バイクチャンネルの方も一応やっていくんでね、頑張っていこうと思ってます。で、カメラチャンネルの次の動画はミノルタのね、α807SI にね、3580という普及ズームレンズを搭載しまして、なんだっけ、フォマじゃねえや、アリスタエデューウルトラ400、を装填して、まあ、ちょっと現像時間を長めに現像してきました。で、そのね、どんな調子で映ったかっていうのをね、やっていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。英語字幕版チャンネル付きもね、こちらの方にね、説明欄の方にリンクがありますので、そちらから飛んでいただければと思いますので、終了画面のところにね、チャンネル登録ボタン2つあるんですけど、その片っぽがチャンネル登録ボタンになっておりますので、そちらを押していただければチャンネル登録することもできると思うので、ね、そちらの方からもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。